2000年の広島東洋カープでは、2000年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、立川光男監督の2年目のシーズンである。立川監督2年目を迎えてチームは、OBE の木下富夫をヘッドコーチに迎えて、コーチ陣を若干手直ししたが、それ以外の戦力は不変だった。大下武史前ヘッドコーチの対談もあり、 地獄のキャンプから解放されたチームは、絶好調で、4月を15勝9敗と勝ち越し、A クラス入りが期待された。しかし、前田智則や小形孝一や野村健次郎ら、主力選手が怪我に見舞われるなどのアクシデントもあり、その反動から一気に成績が低下。投手陣でも前年の不振から復活した、ネイサン・ミンチーや、不動のエース笹岡真治、さらに後に、 9回の大エースとなる、黒田博樹などが勝ち星を増やしたもののリリーフ陣は、相変わらず部長で、打撃陣はこの年から4番に座った、金本智明や復帰したルイス・ロペスの活躍もあったが、投打のアンバランスが多少見られた。終盤までまずまずの成績を残し、ヤクルトと4位争いを演じるも投げ替えにあえぎ、 前年から借金は減ったものの故障者続出もあり3年連続の5位となり、辰川監督は辞任した。公認には1993年まで広島の監督を務め、日本テレビの野球解説者を務めていた山本浩二が8年ぶりに復帰。山本新監督のもと、チームは2001年に勝率5割を果たすも後が続かず、2006年にマーティブラウンが監督に就任するまで、 暗黒の時代へ突入する。ありがとうございます。